皆さんこんにちは、さいたま市長の清水隼人です。皆さん、温室効果ガスという言葉をご存知でしょうか。温室効果ガスとは大気中に含まれる二酸化炭素などのガスの総称で、大気中に大量に放出されることで気候変動の原因となるものです。温室効果ガスの削減、いわゆる脱炭素の取り組みについては、本市では令和2年にゼロカーボンシティを目指すことを表明し、令和3年にはさいたま市気候非常事態宣言を発出してまいりました。また本市では毎年市民の皆さんが太陽光発電や次世代自動車などを導入する際の補助を実施しているほか、国から脱炭素先行地域に選定されるなど、脱炭素社会の実現に向けて積極的に取り組んでいるところです。こうした中、国では環境に配慮した心がけや行動をデコ活と称し、新たな国民運動として提唱しています。デコ活とは、例えばシャワーを流しっぱなしにしない、フードロスの削減、クールビズ、ウォームビズの実施など、環境に配慮した暮らしを実践することです。本市でも脱炭素の取り組みをさらに加速させるため、本年9月6日にデコ活宣言を行いました。脱炭素社会の実現のためには、皆さん一人一人がデコ活へ参加いただくことが大変重要となります。環境に優しい選択を心がけ、デコ活に一緒に取り組んでいきましょう。